始まりました。毎週月曜日朝アップロードのおしゃべりウォーズ、今日でエピソード8です。ちょっといつものお願いしていいですか？はい、アメリカの星小西です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします、はい、日本のお星チャラメです。どうぞよろしくお願いします。いいね、なんかもう自然に言えるようになってきたからね。ねえ、もうお星ですからね。お星ですから。日本の星。あの前回の放送の、すごい男の歌聞いてくれました？聞きましたよ。どうです？どうです？どうでした？すごい男の歌、はい。まあすごい男の歌だよね。でも。そらそう、すっごい男の歌ですよね。なんだっけ、ね、うん、サメがさ、サメがごめんと涙ぐみますよね。で、なんか全く関係ないこと言い始めるよね、また。ビールを回せ、そこまで飲もうですよ。で、クマと会って、クマが裸足で逃げていく。ビールを回せですよ。そこまで飲もう。どんな情景を思い描いて書いたのか、気になるような感じ、はい。ちょっと頭が。だからなんか僕が思うのは多分金太郎ですよね。あの野生怪獣たちをどんどんと懲らしめるとかやっつける金太郎男ですよ。酒飲みと金太郎がこうリンクしていくっていう、そんな歌ですよ。なるほどね。ビール回しましょうよ。回したいね。もう次帰った時は楽しみでしょうがないですよ。ちなみにそのビールを回すじゃない、すごい男の歌でちょっとコメントもあったんですけど、はい、そのなんかパダワンさんがなんかね、いろんなねシチュエーションでこう聞いてくれてるらしいんですよ、ラジオね。うん、例えばほら、あの自転車の上で聞いてる人とか前いたじゃないですか。いた、上に上から、そう、自転車上から聞いてる人とかとか、なんかこう、あの寝ながら寝るために聞いてる人、で、なんか、そうそう、その人からはちょっともううるさすぎて目が覚めちゃうっていう、まあそういった苦情とかをいただいてるんですけど、なるほど。でもなんか、そう、前回そのパダワンさんがね、お風呂場でラジオを流しながら聞いてたらしいですよ。うん、そしたらね、そのすごい男の歌流れ出して、そのね、パダンさんの両親、親がね、懐かしい歌だなーなんて言って口ずさんだらしいですよ。すごい男の歌を。だから知ってたんだ。そうそう、だからちょっと、だから僕らより上の世代にはまあ効果的な歌ですよね。で、なんかまあ僕がいろいろね、こう思ってるのが、例えば現場職でもいいですよ、はい、なんかね、そういったトラックの運転手さんとかね、そういったね、人たちとする新年会ですよね、そういった場所でね、上司のためにこれを熱唱してあげてほしいですよねそうね、分かってくれたらいいけどね、もうね、ちょっとね、盛り上がりますよ、新年会、これで。それだからおせっかいかもしれないですけど、ですよ、今ね、ちょうど新年会シーズンなんで、なんかそういったおすすめソングあったらまた流すのもいいかななんて思ったんですよ。ね、どうです？練習も上手くなってるからさ、そんなのもポイポイポイと、もう編集してくれるから。もうね、スキル上げてきますよね。本当に。ちなみに、もう一回なんか流してみたい、見ます？あ、何？あ、まあでも今日はいいかな。あ、ごめんなさい。あ、断られた。そんな危ない。時々突っ込んでもらいたいかなと思って、ああいうの。あ、わかりました、わかりました。じゃあ今回はもう静かに黙ってきますね。ちょっと、じゃあまあはい、じゃあ次またはい。じゃあ僕のあの魂に響く歌っていうのも、じゃあ時々入れていきますね。それさ、すげえびっくりするからいいよね。
はい、そうですね。そんな感じがいい。みたいなね。そうそうそう、はいはい。じゃあ、これは小出しにしていきますね。お願いします。はい。じゃあ、早速、行こうかね、コーナーに。行きましょう。行、うん、きましょう、行きましょう。行きましょう。じゃあ、行きますね。はい、よし。ニュース、ラブいやもうね、今日もね、このね、薄い壁の向こうではさ、全然知らない住人の人がさ、また行ってるみたいな感じ。本当にうるさいですよね。大師とかね、大師とか、もうやめてもらっていいっすそんなんいいですか、なんか関取みたいな、そんな掛け声。まあ、このコーナーはね、まあ、毎回おなじみのなんですけど、あの、うん、アメリカの星のジェダイコルシーに対して、日本のホットなニュースをね、うん、あの、まあ、日本がナブー星というふうにかけまして、うん、何かこう、ニュースをお伝えするコーナーなんですけど、まあ、今日もちょっとイレギュラーで、逆輸入ということで、ちょっとアメリカのニュースがね、日本に回ってきてて、それがちょっといいなと思ったニュースがあったので、なるほど。ちょっと読みますね。はい、アメリカの少年、蜂に襲われて400回刺されるもベジータになりきり生還とのことなんですけど笑い方やばない。ああ待って、ちょっと待ってよ。アメリカの少年、蜂に襲われ400回刺されるもベジータになりきり生還。はい、やってます。ちょっと読みましょうか記事をね。はい、お願いします。ちょっとこの記事自体もね、小バカなんかね、ちょっとヤムチャを小バカにしてるんだけど、あの、はあ、もし、はいはい、ヤムチャになろうとしていたら一発でアウトだったかも。アリゾナに住む11歳のアンドリュー少年が家の外に置かれた古い車をエアガンで撃って遊んでいたところ、車内に作られていた蜂の巣に流れ弾が命中し、中にいた大量の蜂が激怒。少年を400回以上刺すという大惨事が起こりました。しかし少年は強かった。キー・タイラント、リーク元ですね、によると、刺されている最中、彼はドラゴンボール Z のスーパーベジータのようにスーパーサイヤ人になろうと必死に気を高めたそうです。全開に気を高めたんだ。僕はアンドリューだけどベジータって呼んでね。400回の蜂の刺してくる攻撃耐えたよ。アンドリュー少年はもともと蜂の毒にアレルギーがあったことで、命に危険まで及んだ可能性もあります。ベジータになりきることが丸まって身を守り、全身をこわばらせることにつながり、それが結果的に良かったのかもしれませんとのことです。どうですか。ちょっと待って、はい、なんかさ、ちょっと待ってよ、はい、いいね。いい、何です、いい、これはちょっと上げたくなるニュースだったでしょ。おう、しかもなんで日本に流れてきたかこれ。わかんないんですよ。これライブザニュースさんからいただいたニュースなんですけど。うん。すごいね。すごい。悟空になりきらずにベジータを選ぶあたりね。そうだね。そうだね。うん。そう、なんかさ、で、そのヤムチャに関してはさ、ちょっと一回もう黙って待っていいって感じよね。ね、傷つけないでヤムチャを。そうだね。そうだね。ヤムチャに。なりきってもね、もしかしたらね。いや、まあだからヤムチャだったら一発でアウトだった、うん、一発じゃないよ。ちょっと耐えるよ。そうだね、そんなの、うん、あの100回分ぐらい耐えてるよね、うん、でもさ、アンドリュー少年はいいね、うん、だからさ、まずさ、そのこの刺された理由がいいよね。あの、エアガンで古い車撃ちまくれたもんね、まずアンドリューはね。そうだね。でもなんか容易に想像できるよね、うん、少年がこうエアガンで遊んでさ、こう、うん、パン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 みたいにさ、でこうスーパサーやってさ、うん、あの蜂が激怒してさっていうのは、ちょっとこうなんか想像はできるよね。11歳っていうからさ、なんかアニメの世界よね。アニメそんなんさ、大量の蜂がブオーって出てきて襲い出すがやろ。うん、そんなことあるって感じよね。そうね、アリゾナで。でさ、なんかさ、そのさ、ベジータになりきり生還っていう気さ、うん、なんかさ、俺戦ったかと思ったわ、はいはいはい、最初蜂とで、そう、ひたすら耐えたかよね、こわばらせて体を。そうだよ、そうそう、それが良かった。丸まってね、丸まって、
ね、俺ベジータのそんな姿想像できないけどね。いやできるよベジータだって。ベジータはもう丸まってこわばります、こわばります。しかも彼が言ってるのは、うん、スーパーベジータのようにって言ってるんですよ。でこのスーパーベジータってただのスーパーサイヤ人じゃないんですよ。え、うん、スーパーサイヤ人1のベジータが1ランク上になるために変化した姿で、うん、スーパーサイヤ人2みたいな位置づけで、うん、ちょっとこう、うん、強いベジータみたいな、すごいっていうのがスーパーベジータって言うんだけど、もうさ、いいね、うん、アンドリュー少年、ね、ちょっとだってさ元気をもらえるね。ねえ、だからさ、多分エアガン撃ちるときはまた別のキャラやったからね、多分。あ、銃持ってるキャラクターね。そうそう、銃持ってるキャラクター、パン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 ってやれたけどさ、やっぱ身を守るってなったらさ、武器じゃねえってなって、うん、こう体の底力を上げないかんってなって、スーパーサイヤ人がね、気を高めはね、うん、すごいよね。だからさ、これってさ、分かる？アニメとか漫画が人類を救い出したっていうことよね。うん、そうだね。ね、このさ、日本の。ね、このイマジネーションを与えてさ、うん、それでこうね身体能力がね高まったわけですからね。そうだね、本当だよね。なんでちなみに、うん、さ覚えてますか、なんかやっぱドラゴンボールって世界でも最高にあれじゃないですか、もう有名でさ、ね、大人気でさ、ね、うん、なんかね、僕は日本に帰った時みんなで一緒に悟空の T シャツ着ましたよね。亀仙人のそうだ覚えてます、チャラメさんがパリにやってきた時、うん、手土産で持ってきたの亀仙人 T シャツでしたよね。そうだ、それ着たんだっけ。着ましたよ。そうだ、で前回夏ね、僕がアメリカの友達連れてった時、そのアメリカ人ジェロンに着せましたよね。そうだ、サイヤ人ジェロンだ。ジェロンにしかもあげた気がすんだよね。あげましたよね。うん、ね、だからなんかそれ、なんていうか文化交流にもすごいね。そうだね、役立ってますよね、このアニメ文化は。うん、だって、うん、僕アニメあんま得意じゃないんですけど、やっぱ言われますよね、うん、そういった人たちに、なんかアニメ日本人って言ったら、うわーみたいな、僕日本大好きなんだよみたいな。そうだ、ドラゴンボール、ワンピース、ナルトみたいな。そうだよね、だからカメハメハみたいなさ、やられない、やってみたいな。あ、ないですね。でもですよ、まあ、基本的に僕もドラゴンボール結構曖昧なんですよ、もうなんか、うんうんうん、スーパーサイジン4とかもよく分かんないし、ちょっともうよく分かんないですよ、なんか話し流れが、はい、で多分僕頭の中散らかってるんで話が全部繋がってないですよね。出た、ちょっと怖いな、うん、そうだからね、なんかストーリーが、ね、全部繋がってないんですよ。あ、そう、そう、ピッコロ大とか知ってる？ピッコロ大魔王知ってますよ。僕だからピッコロ大魔王はなんか、しかもね、僕なんかちゃんと一から読まないタイプなんです。なんか途中からパラって読んで途中に帰ったりするんで、僕ピッコロのことはすごい仲間意識があっていい人ってイメージしかなかったんですよ。ご飯の師匠みたいな。はいはいはい。それがね、なんかある程度時間経った後に昔に帰ったら。ね、悪者ですよね。あ、そうだね、最初悪者だったからね。そう、気持ち悪いと思ってそこから嫌いになりました。うざいな、こいつと思って。そうだよな、だから、まあ、うん、なんかそんな感じで、そうだね、うん、このニュースからちょっと学ぶ教訓としてはさ、うん、ちょっとこう危機がさ自分に迫った時にはさ、うん、やっぱり自分をねスーパーベジータだと思って、うん、こう乗り越えることができるということで、うん、いいんですよね。一個だけちょっと聞いていいですか。はいはいはい。もしこの状況になったら何になりますか、チャラメさんなら。あ、僕だったら、はい、僕だったら、あ、でも、はい、うん、うん、そうね、ナッパかな。え、誰？びっくりした、誰です？いや、ナッパでしょ、ナッパ。え、誰？ナッパ知らないの？超弱そう。ベジータの相棒ですよ、最初に一緒に。あ、ベジータじゃねえわ。あ、ベジータか。え？誰？ガチで誰？全然わからん。じゃあ、ベジータが最初に地球に来た時に一緒に来た、ツルツルの
巨漢の男がいるんですよ、サイヤ人の。え、なんです、今見つけたけどすっごい、誰見てもわからん。ナッパ知らないとか嘘じゃん。全然わからん、なんでナッパになりたいが。あのね、ナッパはやっぱり巨漢の持ち主なんですよ。巨漢ってことはやめてもらっていいです。巨漢ってただのデブのことじゃない。違うよ。ナッパみたいな巨漢だから、うん、やっぱりなんかちょっとああいう体型に憧れてる自分もいるわけですよ。ああ、体型問題ね。体型問題だから、ちょっとこうそうなった時にもう自分はナッパのようにこうでかい人間だと、強いんだぞと。ああ、刺されながらもね。そうそうそう、強いんだぞとこうこわばらせて行こうかなと。逆に何ですか、何になりたいですか。ドガース。え、ポケモンのドガース。ええ、ポケモンのドガース。え、そうですよ。なんでドガース出たの。いや、なんかまあ言ったら蜂刺されて毒をこう注入されてるわけじゃないですか。だから僕はもうすで、ね、に、そう、だから僕はすでに毒の種族なんで、全然効かないよってこう思いながらひたすらふーんって刺され続けますよ。いや、ちょっと待って、ね、毒は出してるけど刺されたら食らうからね、はい、ふーんじゃないから。いや僕自体も毒なんでって思うんですよ。あ、なるほど。だから、そうそうそう、君、そうそう、君なんかみたいな、ね、そんな、ね、蜂蜜のような毒なんかじゃ私ドガースは倒せませんよという気持ちでこう耐えますよ僕は。いや、いいと思いますよ。ナッパよりなんかいいよ、はい、それは。いや、だからナッパは絶対ダメですよ、死にますよ。ヤムチャとヤムチャと何の変わりないですから、そんなの。謝れよヤムチャに。一撃で終わりですよ、そんな、こんなハゲ親父。まあね、ということで、うん、はい、このニュースからはいろいろ学ぶ教訓があったということでね。はい、皆さんぜひ、蜂の時はね、そう、キャラクターになりきりましょう。そうだね、なりきりましょう。うん、本当に。じゃあ次のコーナーに行きましょうかね。はい、行きましょう。読みますね。うん。パダワンからの通信。いやー、いいねー。いいでしょ。ちょっと、ちょっと声ちっちゃくなっちゃったんだけどさ。いや、本当になんか、今なんかちょっとビビりましたね。そう、ちょっと隣からね、ガタンって音が聞こえたから。それは怖い。これは、そうそうそう、これはと思って。それは怖い。なんかさ、僕日本にいるときにいつも恐れてたことあるんですけど、うん、それがやっぱ隣人問題なんですよね。隣人問題はあるよね。もう本当に怖い。もう物音が怖いんですよね。うん、ね、何ですかね、あれ、何とかなりませんかね、もう。何、あ、隣人問題。いや、隣人問題、もうさ、神経質な日本人なんだから、壁はもう厚く設計していきましょうよ、マンションは。そうね、ちょっとね、隣人の物音がほど怖いものないです、僕、本当に。トラウマ。トラウマね。はい。じゃあ、早速、はいはい、パダワン。お願いします。パダワン通信行っていいですか？はい、お願いします。そうですね。いや、なんかね、やっぱね、新年にまつわるなんかね、お便りがね、結構よく来てるんですよ。だから、前回ちょっと読めなかった。そう、読めなかったやつ。はい、はい、じゃあ早速前回いただいたんですけど、読めなかったこのお便りからいきますね。はいはい、パダワンネーム改めジェダイネーム、うん、横から口ダースベイダーさん。おろろろろろろろ、はい、ジェダイネームになりましたよね。ジェダイネームになっちゃったよね。はい、もうジェダイからいただき、初のジェダイからのお便りです、うんうん、いきますよ。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もどんどん横から口を挟めるようフォースを感じていきます。はいはい、今年のお正月はお酒を飲んだというより浴びた一年の始まりでした。お二人はどんなお正月を過ごされたのでしょうか、うん、またお二人の好きなお酒も教えてください。あ、はい、で、PS、うん、PS、 昔のお年玉は今みたいにお金をあげてなかったのはご存知ですか。なんと餅をあげていたらしいです。その時のニュースは東、西、東高、西低じゃなくて、うん、東多、西少なだったのかな。おかしな話ですね。
ちなみにお花届きました、デレデレッとのいうことです。よかった。てかキレッキレですね。いやもうほんとジェダイですからね。ほんとすごいよね、横から口ダンスベイダーさん、ほんとにキレッキレで、もうちょっとキレッキレですよ。だって聞きました、うん、東大西少なですからね。ほらだって覚えてます、前回お餅の話してますからね。すごい、その時点でフォース感じて、ここかぶせてるよね。そうフォース感じて、その時点から乗っかってたんですよ餅、はいはい、でそれがね、僕がフォース足りてなくて、うん、あの餅に僕テンション上がりすぎて、このお便りのフォースを読み取れてなかったんですよ。やばいよ、もうどんどんそういう新しいジェダイが出てきてくるわけだからさ。そうだから、この時点で僕改めて振り返って、やば、この時点で餅のリンクでフォースかけてきてたんだと思って。やっぱ違うね。違いますよね、うん、だからもうお手上げ、やっぱダース・ベイダーは力強いですよね。そうだね、そのマスターになっちゃうかもね。僕らジェダイが束ねて戦わないと本当にやられますよ。彼に。そうだな。そのうちこのラジオ彼一人やってますよ。やってるね。だからアナキン以来のね、アナキン以来の本当に強い新人が出てきたって感じ。出てきましたよ本当に。でちなみに質問ない、もう一回いきますね。はいはい。お二人はどんなお正月を過ごされたのでしょうか。またお二人の好きなお酒も教えてくださいってことです。え、待ってください、僕今すっごい叩き売りの声じゃなかったです。大丈夫です。いつもですよ、大丈夫です。今くださいって言ったらすごいなんかね、売り子みたいな、なんか気分になってきた。その後の笑い声もちゃんと叩き売ってるわ。変わらずね、信念も変わらず、よかった。そうよかったよかった。じゃあどんな正月過ごされましたか、チャラメさん。そうね、まあ普通に年末ぐらいに30かな、うん、祖母のお家に行ったんですよ。愛知県なんですけど、パダワンのおばあちゃん、チャラメのおばあちゃんでしょ、パダワン通信くれたおばあちゃんと違う方のおばあちゃん。あ、違うね。そうそうそう、おばあちゃんもう亡くなってる方、亡くなってるんだけど、いとこが住んでて、でちょっと墓参り行こうかと。ああそういうことね。そう、墓参りがしたくて、そっちの方に帰ったんだけど、うんうん、いきなりその何、ソファーカバーを作ってくれって言われて、いとこに。ああ、うん、だからそう、もうね、ほぼ寝ずにね、徹夜レベルでね作ったよね。すごい正月。そうだよ、本当にゆっくりできなかった。でちょっとこう仕事の関係とかがあって、うん、早く帰ってなきゃいけなくて、うん、でもすごいね、ちょっと複雑なソファーの形をしてたからすごい時間かかっちゃって、うん、もう本当それをしてるだけだったね。すごいね、よ、うん、優しい。うん、そんなことを正月にしてくれるのはもうチャラメさんぐらいですよ。いやもうだから、もうこれだけだよということで、もうほらもうね、今まではもうお年玉にもうすごいいとことかさ、うん、くれたわけだからさ、うん、じゃあもうこれで返済っていう形で。なるほどね。そうそうそう、なんか昔はね、お年玉で餅をあげて、そうそうそう、ね、今はお金なのか、ま、うん、はたまたソファーカバーなのかっていうことになってきますよね。うん、ちょいちょいすごい、あれ紅白とかさ、うん、挟みつつ、ちょっとこう横目で、みんなちゃんとさ、こう盛り上がって見てる中さ、こう横目で一人ミシン踏みながら、よくミシン持ってましたね。ねミシン持ってった。いやいや、もうすごいよね。キャリーケースに入れてミシンを持ってくっていう、すごい。愛知県でソファーカバー作って、そう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 。でもやっぱいいな、なんか紅白見たんだけど、やっぱいいね、なんかすごくそのさ、アイドルがすごい新鮮に見えて、そのなんか今乃木坂46 8 6かとかさ、いろいろあるじゃない。それ見てなんか元気もらったよね、アイドルに。うん、自分より若いこんな子たちがさ、あー、そういうことか。こんなにね、うん、踊って歌って一生懸命やってってみたら、うん、なんかちょっと勇気もらっちゃった。
僕もやっぱちびっこからの元気って言ったら芦田愛菜ちゃんですよね。もう古くない？もう違うよ。業界で芦田愛菜さんだから。あ、女性になられました。そうですよ、もう全部古いわ。じゃあもう知らない。はいはいはい。どうでした？あ、僕の正月は、うん、いや僕それ いつも困惑するんですけど、年末お正月じゃないです。正月ってなんか年末年始含めた、 あれですかね、もういいよ、含めていいよ。含めたんですか？だからまあカウントダウンパーティーしましたよね。うん、言ってた、ね、31。そう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 。で、カンナムスタイル踊りちぎって、で、朝の8時、9時ぐらいまでかな。うん。みんなで腕腕飲んでましたよね。うん。で、1日の過ごし方はまあ大掃除ですよ。うん。もう部屋がもう散らかりすぎたんで。うん。大掃除をして、でその後、おパンティーを4つぐらい縫いましたね、1日。同じようなことしようね。そうね、同じようなことしようね、俺ら。本当に。ね、本当に。よくないよ。俺、ダメ、ね、だと思う。本当、なんかそういうさ、オフの時にオフをしない。そうね。本当、ダメだと思う。だからね、だからそういうとこ日曜ね、オフの時にオフれない癖。オフれない。本当でもこれ、ね、これね、あの、一生らしいからね、そういう人って。まあね、でもまあ、いいですよ、うん、幸せなんで、それで。うん、で、あとあれですよ、僕はあの本当に、お正月スペシャル、めっちゃ聞きましたよ。毎度。もうそれをガンガン聞きながら、ミシンガンガン踏んでましたから。いいありがとう、うん、ありがとう、しゃべり坊主、ありがとうだね、はい、本当ありがとう、うん、で、あのもう一つありますよ、お好きなお酒は何ですかです、ね、あ、これもじゃあ一言で、はい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 、ラフロイグ、え、ラフロイグ、ラフロイグ、はい、誰です、ラフロイグっていうお酒、ウイスキーなんですけど、僕さ、もうそんなウイスキーって言ってよ。あ、そうだね。あの僕さ、ほらお酒あんま強くないじゃないですか。うんうんうん。そんなガバガバ飲むタイプじゃないじゃん。うん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 。だからこうチビチビ飲むんですけど、はいはい。そういうちょっとこうラフロイグっていいお酒なんだけど、そういうのをこうチビチビ飲むのが好きですね。へえ。でも小西くんはいいよ。もう答えなくても。知ってる。答え、じゃあ答えません。はい、じゃあちょっと、はい、何だから僕がもう言っていい、どうせって今があるから、はいはいはい、ビール、はい、終了。はい、終わりです。さようなら、はい、じゃあ次行きましょう。はい、ありがとうございました。はい、はい、次行きますよ。ちょっと次はもうちょっとなんか僕ら、うん、なんかついに来たのかなって思うパダン通信読んでいいですか。うん、ついんですよ、パダワンネーム、うん、小野陽子本人さん、え、ちょっと待って、はい、ついに来ましたよ、ついに来た、本人から、ついに来ましたよ、はい、本人から来た、本人から、はいはいはい、来ましたよ、パダワンネーム小野陽子本人さん。小野陽子さんは言ってますよ、開けましたね。小野陽子さん言ってますよ、開けましたねと言ってますよ。小野陽子さんは、はい、開けましたね、開けましたね、はい、開けましたね、尊敬するファッションデザイナーはいますか。というお便りが、なるほどね、はい、小野陽子本人、ね、はい、小野陽子、はい、やっぱ音も違うね、違いますよ、余計な言葉を入れてこないね、はい、しかも手書きの手紙できてますから。すげえ、すごいよね、はい、小野陽子本人さんから来ましたよ、ついに飾らねえな、おい、しかもですよ、ようやくここに来てファッション関係の質問来ましたよ。あ、そうだね、今だかつてなかったですからね、覚えてますか、何、お風呂は毎日入りますかとかですからね。そうだね、なんで小西は髪長いんだからね。そうそうそう、ついに来ましたよ、ファッションに関するご質問、うん、尊敬するファッションデザイナーはいますか、うん、ですよ、なるほどね、いますか、いるいるいる、誰ですかよ、
やっぱりそうね、カークボレー大先生じゃないですか。僕は綺麗。ああ綺麗、綺麗、いやちょっと、その話が綺麗。ああそうだね。でもまあ、そうだね。それしかないね。それはやっぱりこう、恥ずかしさとか何もなく答えるけど、やっぱカークボレー社長、カークボレーさんね。うん。尊敬するファッションデザイナーにもね、本当にしっくりきますよね。そうだね、ぴったり、ぴったり。なんかあのこの人にはなれないなみたいなさ、本当にっていうのはさ、人生で初めてこう、ビシッてなったよね。真似全くできないっていう、そのやっぱり確かに、なんか本当に人生かけて、どういったところを尊敬されてますか？あ、やっぱりなんかこう、なんだろうね、あの服作りだとかそういったものに対しての、その何、信念みたいなのがやっぱ全然違うよね。はい、その本当に生まれ持ってあのこの仕事してるんだってすごい感じるの。なんか、なるほどね。例えばそのね、すごいスケジュールでやっぱり仕事をしてる方だからさ。本当に。で、ね、周りの社員の人たちもすごい大変だとは思うんだけど、その人たちよりもハードで、しかももう70御年5なんですよ。へえ、マジ？そうだよ。だからうちのおばあちゃんとかとそんなすげえ変わる年でもないからさ。冬のソナタとか好きなのかな。いやいやいや、冬のソナタもっと下だろ。あ、もっと下か。あ、違う、そうか、ごめんなさい。いやだからそこで、その年になってもあの妥協のないね、服作りの姿勢っていうのはもうすごいなって、本当生まれ持ってだなって思う。そのやっぱりさ、年取ってもさ、取ったらもう少し楽したいとかさ、もうお金もあるしちょっとはみたいな、あ、出てくるじゃない、もう少し自分の時間をとかさ。全くそんなことない。取り憑かれましたね。そう、もうなんか本当に自分の使命で、自分が生きられる残りの時間すべてもそこにかけてみたいな。すごい、尊敬するね、それは。尊敬しちゃうね、それは。なんかもうその生き方を尊敬するね。なんか、そうだね、生き方がすごい。デザイン云々とかよりね、まあ、そういった意味でやっぱこの人に全くなることは絶対無理だなって思っちゃう。いい、きれい。ありがとうございます。ありがとうございます。僕はね、あの、めちゃめちゃいるんですよ、実は。実はね、なんかそういう、なんか尊敬するファッションデザイナーに至っては、まず、まあ、ブランドをやってる皆さん尊敬しますよね。もう、そもそも、その生き方が、もう、尊敬に値する。で、まあ、だから、まあ、デザイナー職って大変じゃないですか。夢はあれと大変じゃないですか、いろいろ。だからそれを選んでやりきってる、それを職種として生き延びているっていうこと自体にも尊敬。だからもう、あの、僕はね、あの、そこにはまだ立ってもないですからね。でも尊敬する。で、まあ、特に尊敬する人は誰ですかっていうふうになると、別にこれ一番好きなデザイナー誰ですかじゃないですもんね。そうだよ。ですよね。尊敬で言ったら僕はやっぱカール・ラガーフェルドですよ。もうね、別にデザインが好きとかどんなこんなではないんですけど、彼はね、尊敬に値しますよね。なんかね、もうなんか、なんだろう、すごいんだけどもちょっとなんか笑いにも転べるあの感じ。人間の懐の深さを感じちゃう。そうだよね。あの人なんか根源的にちょっとこうユーモアがあるじゃない。あるある。しかもさ、知ってました？カール・ラガーフェルドが今のあのそのブランドがのデザイナーがなくなって受け継ぐっていうやり方今あるじゃないですか。誰々がどこどこのメゾンにあの就任みたいな、あれ始めたのカール・ラガーフェルドですからね。シャネルだっけ、フェンディだっけ。そうそう、シャネル。シャネルか。そう、だからシャネルがいなくなった後にシャネルのブランド名でやれるわけないじゃんって世間が言ってた時に、カールが引き継いで、
今の成功にまで行ってますからね。すごいよね。しかもカール・ラガーフェルドってフェンディかそのシャネル、まあ両方やってるけど、うん、半世紀やってるらしいからね、うん、50年。すごいですよ。しかも、ね、ほらカール・ラガーフェルドラインとかもあってさ、ちょっとギャグっぽい感じあるね、キャラクター作ってるもんね。そうそうそう、だからもうカールに関してはなんか僕その1から立ち上げる方がやっぱり なんだかんだなんかちょっと楽な気するんですよ、始めるときは、うん、なんか大変だけども、なんかこう分かりますか、なんていうかこうどうにでもやっていけるじゃないですか、いろんなやり方があるから、うんうん、だから立ち上げる凄さはまあいろいろ感じるけど、その引き継ぐ凄さですよね、うん、引き継いでこの半世紀に至ってそれを成功にまで導いてるっていう彼の物語はもう尊敬です。すごいよね、あのプレッシャーが違うからね、引き継ぐっていうのはまた、うん、しかもシャネルで引き継ぐとかすごくないですか。だってすごいすごいね、おばあさんから、ね、男の人に変わるわけですからね。その時点でもうなんか衝撃じゃないです。おばあさんシャネルが、うん、次のデザイナーはこの若造ですって若い青年が出てくるんですよ。うん。それに対するね、世間のね、風当たりは絶対冷たかったはずですよ。冷たいね。まあだからそこからこうね、うん、今なんかもうね、ルイ・ヴィトンとかも結構こう、ね、キム・ジョーンズから、どんどんこうね、うんうんうん、バージルに変わったりとか。早いけど、うん、まあ、だからそういうね、うん、土台を作った人っていうことでしょ。そう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 。あとやっぱあの変わらないビジュアルをこうね、なんかこう突き詰めていく感じ、うん、だからタモリさんは多分カールに憧れましたね。あのスタイルあのスタイルサングラスかけてそう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 、変わらない姿で、うんうんうん、なんでな、ね、カール・ラガーフェルドですと、はい、いう感じですね、はい。今日どうする？もう一つ行く？行きます？せっかくなんで。うん。じゃあちょっと。じゃあ、うん、短めのやつ、じゃあ最後にね、せっかくなんで。うん、そうだね。行きましょうか。はいはい。せっかくなんで行きます。はい、パダワンネーム、キムチチチさん。はいはい。小西さん、チャラメさん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。今年末のスペシャル聞いてるところなんですが、うん、いきなりこんにちはっていうのやめてください。電車で変な感じになりました。で質問です。どんなおじいちゃんになりたいですか。あ、なるほど、うん、こんにちは。こんにちは、これ誰だったっけ。だからポンコツ D2 さんですよ。あ、そう、ポンコツ D2 さんだ。 D2 さん、はい、こんにちは。こんにちは。皆さん世界の果てまでこんにちは。こんにちは、はい。でもまあじゃあパパッと答えちゃっていい？いいですよ。どんなおじいちゃんになりたいですか。あのね、やっぱね、はい、ゲームしてるおじいちゃんかな。え？ゲームしたい。あの おじいちゃんになってゲームしたい、うん、以上。テレビゲームですよね。そう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 、おじいちゃんになってこそゲームしたい。そっか、でも想像つくわ。つくでしょ。つく。だからね、くれぐれもあれね、猫背になりがちやけど、そこだけは気をつけてね。オッケー。いい椅子買ってゲームしてくださいとしとったら。優しい。うん、絶対体は気をつけて。はい、どうですか、はい、小西さんは。僕ですか。僕はね、おはようからお休みまで酔っ払いじじいになりたいです。想像つくわ。想像しかつかねえもんな。うん、それかな。そんなじじいになりましょうよ。じゃあちょっとこれは誓いだね、二人でね。そうやね、だからパラは、そうそう、チャラメさん横でゲームしててくださいよ。僕はさっきからベロベロになってそのゲーム見てウヒョウヒョ言ってるんで横で。うわーとか言うんだよ。なんで想像つくからね。本当にね。でも基本的にはまあなんかね、今とあんま変わらないスタンスで年を取っていけたらいいよねっていうことですよね。わかりました。はい、ありがとうございました。この度も今週もね、たくさんお便りね、通信していただいてありがとうございます。また、うん、どんどん送っていただいて、はい、ね、待ってね、お待ちしております。お待ちしております。じゃあ、はい、次のコーナー行きましょうか。はい、はい、読みます。ジェダイ小西の兵糧記、始まりました。
始まりました。ついにね、ついに前回から教科書を私たちは手に入れましたよ。その名もファッションの魅力、体モード誘惑をめぐって梅本明さんによるね、この教科書を手に入れたので、はい、なんかね、このね、この書物はかなりなんかユーモアもあって、結構深いんですよ。なんで、まあね、僕は知ってるんですよ。人っていうのはね、読んでみてくださいって言っても読まないんですよ。だから僕は聞かせますよ、皆さんに。わかりました、この内容。だからね、ちょっとしばらくはこの文面を使って、はい、皆さんにちょっとこうどういったアイデアなのかっていうのを切り抜き切り抜きで解いていこうじゃないかなって思ってますよ。はいはい。なので早速ですよ。なんかいろんなね、前書きもいろいろあるんですけど、うん、このね、ファッションの魅力のこの梅本さんはね、前書きで言ってるんですよ。私は洋服が大好きである。しかしなぜ洋服が好きかと聞かれると、しっくりくる答えが見つからない。またどうしてその洋服を選んだのかという質問にも自信を持って答えることができない。で、人は衣服なしでは生活することができないにもかかわらず、このような問いに答えられる人は少ないであろうと、こう彼女は言ってるんですよ。うん、でこういった疑問をこう紐解いていこうっていうのがこの本の、まあ、メインのね、目的になってくるんですけど、うん、で彼女は引き続き、災害の時に支援物資としてまず最初に届けられるものは、チャラムさん何だと思います？食料と医療ですかね。正解。そうなんですよ。すんなりと正解。そう、すんなりといきますよ。はいはい、考えたことあります？災害になった時に服ってこうも必要にされるんだっていうね、僕ちょっとこれ驚きなんですよ。うんうん、食料と医療であるって言われてさ、うん、服ってね、やっぱそういった状況になると、うん、本当に生活の必要物資に変わるということですよ。うんうん、でこの2つは人が人として生きることの根本を形作っているものだと、食料と医療が、うん、そういった、まあ、考えが、そのなんていうか、医療品としての医療とファッションとしてのそのモードを含んだっていう、その部分、同じ衣服なんだけど違ったものに切り替わると。うん、で流行という意味でのモードについて、うん、今日では服や流行の歌、自動車だけでなく食品やアート、思想にまで深く浸透しているのであると。はい、で身近にありながら何なのかよくわからない衣服を中心とするファッションについて研究したいと思い、このテーマを選んだ、はい、というのが彼女の出だしです。はい、で、ここで身体論、モード論、誘惑論という3つの理論からファッションの魅力について私なりに考えていく。で最後の誘惑論については女のファッションについて限って書いてるんですよ。うん、それがなぜならというと、男女どちらがファッションにより関心があるか考えるところ、やはり女であると思い書くことにしたと。はい、でこの本って1999年なんですよ。はい、だから約というかぴったり20年前かなんですよ。そうだね、だからそうだね、20年前のファッションって、うん、やっぱちょっとまだ偏りがあるんですよね。うん、これに とって僕が感じるのは、はい、今ね、男女のファッションの価値観の差ってそんなないと思うんですよね、僕。うん、ただこの当時はやっぱ女性ならではのみたいなところがすごいこう強調された時代だから、女性に対してこう書きましたと。うん、でここでファッションやモードといった言葉の簡単な定義をしておくと。はい、でモードってなんだろうと思うじゃないですか。僕モード学園行ってるからなんとなくモードイコールファッションっぽい言葉っていうのは分かるけど、うん、それやってないとモードって意味分かんないですよね。そうだね。ね、でモードはしばしば様相や様態と訳されるように、もともとは物のあり方やその基準を一般に意味していると。うんうん、で例えば音響機器についているモードスイッチはジャズモードやノーマルモードなどの音の質を選ぶものである。うんうんうん、しかし現在モードといえば広く流行を意味するとことになってるんですよね。はい、はいはいはい。でそうそう。でこの
モードって言葉がまたファッションとすごいファッションを語る上で必須なんですけど、またややこしくするんですよ、このモードが。はいはい、衣服、ファッション、モードのその3つがごちゃごちゃになってきて、でも結局全て服について喋ってるんでこんがらがるよと、うんうん、だからここに対してファッションっていうでっかい傘があった上で、衣服っていう土台があって、モードっていうそれを取り巻くなんかこうふわふわふわっていうなんか胞子がこうまとってるっていう感じをちょっとイメージしてほしい、うん、できました。はいはい。でファッションは大きいその傘の一番トップですよ、ピラミッドの頂点というか、頂点じゃないな、でっかい傘、でっかい傘下に、その傘下の中にモードと衣服があると、うんうんうん、いいですか、そういう感じで、はい、でそうなっていく上で誘惑論も入ってくるんですよ。身体はまあ分かるじゃないですか、うん、衣服の土台根本になる、はい、でモードといわれる流行取り巻く環境みたいなのがあって、誘惑論っていうものも入れてくるんですけど、ここに関してはちょっと後々ね、次週ぐらいにでも行きましょうかね。はいはいはい。で前回も言いましたが、ファッションをこの人はお遊戯と言ったんですね、遊戯、うん、だから僕らはモード学園ファッションデザイン学科卒業なんで、流行学園お遊戯デザイン学科です。なるほど、はい、そう、なんかそういった感じ、うん、だから服はただそれを表現するツールだと思ってくださいね。はいはい。お遊戯を学んだんです私たちは。で、うん、でここにおけるお遊戯ファッションであるもので、その服をこうカテゴライズしていくと、ユニフォームなどは含まれないとここではなってますね。でユニフォームは社会において自分がどこに所属しているかを明らかにするもので、職業を示す記号、看護婦など会社への帰属を示す記号、女子社員の制服などなのである。責任感を持ったある集団の中での一員であるという意識、そしてその証明となるものである。したがってこれは遊戯ではないということになってますね、はいはい、この定義において。でちなみに僕は前回言いましたけど、あのヨーグルトの長酸菌の話はファッションなんですよ。それがなぜかって言ったら、責任感を持った集団の中っていうものに所属してないからなんですよ、うんうん、お遊戯っていう娯楽を楽しむ集団の一員として着るペアルックとかの話を僕はしてたんですよ、うん、なんとなく見えてきました、はいはいはい、その微妙な違い、はい、でこれはまた別の、調査の人なんですけど、ロラン・バルト学者ですね、言ってますよ。モードとは無秩序に変えられるためにある秩序なのであると、はい、なんとなくですね、無秩序に変えられるためにある秩序、うん、日本語って難しいですね、うん、本当に。まあでもとりあえず、自由に変えられるんだけど、変えられる、そうやって自由に変えるために私たちが必要とするその根底となる秩序の部分、うん、まあなんか線路みたいな感じだよね。そう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 、レールラインみたいな、そう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 、なのであると、うん、そう。しかしユニフォームは無秩序に変えられるためにあるのではないと、むしろ秩序のためにある秩序だから、モードっていうファッションの中からは飛び出てますよと、はいはい、言うんですよ。で、衣服には変化の激しい自然環境から身を守るという役割、体温調節などもあるが、ここではその機能的働きから離れて考える必要があると、ファッションを語る上では、うん、そうすることでファッションの魅力がより明確になると思われるからであると言われてますね、はい、ちょっとこの前書きを振り返ってみて、なんかしっくりきました？そうね、うん、うん、しっくりくるところもあるし、うん、まだはてなの部分もありますよね、うん、もちろんありますよ。そうね、あのこれ、あの僕今こういうことをずっと学んでるんですけど、はい、ファッションとは何だろう、目に見えないファッションってどういうことなんだろうって定義をつけていくんですよ、いろんなことによって、はいはい、でまだこの出だしとかにおいてまだふんわりしてるじゃないですか、うん、でこのふんわりした雰囲気っていうのは一生ファッション持ってますからね、そういったものですから、はいはい、掴みたいけど掴むことのできない感覚っていうのが、まあ、最終的に、まあ、僕が、まあ、あの結論として言いたいところなんですけど、このふわっとするな、え結局何ですかって、この気持ち大切にしてくださいね。わかりました。そう、掴めそうで掴めてない、ふわふわふわってこうなっていくっていう感じなので、はい、皆さん、あの
これ梅本さんと一緒にね、うん、多分ね1ヶ月ぐらいかかっちゃうかな、これをね振り返りながら、うん、なんかこう見つけていきましょうよ。あー、1ヶ月じゃ終わんないな、これ終わんないですね。でもまあ兵糧期ってそういうことですから、はい、兵糧ってそういうことですよ。はい、皆様はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。ありがとうございます。はい、本当にありがとうございます、ね、そうだね。はい、ということで皆さん、あの、うん、あのまあ今日もきっとファッションするんですよ。はい、今日もね自然に、なんで、うん、そういうところをね、何をしてるんだろうとかね、こう疑問をね、ファッションって何なんだろうってちょっと思いながら、ちょっと服着てみてくださいよ。また疑問が疑問を呼びますから。そうだね。だから、うん、今自分たちがこうおしゃれだと感じて選んでるファッションとかさ、で今日ね話に上がったユニフォームっていう話で、うん、自分がこうひょっとしたらこう看護婦さんだったかもしれないけど、例えばそこで着るユニフォーム、うん、あのお洋服で、うん、何が違うんだろうと、まあ、そう、なんかそこだよね。ちなみに僕は今本当に米軍のリアルなあの兵隊の服を上下セットで全部丸々着てるんですよ、うん、はい。ただ僕はこれって僕本当の兵隊だったらファッションにはなんないんですけど、僕はそれに所属してないのでファッションですよ。だからユニフォームじゃないよね。そうです、うん、だから秩序のためにないですからね。僕は無秩序に着てますからね、これを、はい、なのでこれはファッションですという、そういったねさまざまな例題を使ってやっていこうじゃないか。はい、チャラめっていう感じですよ。わかりました。はい、なんでまた来週もお願いしますね。はい、お願いします。はい、じゃあちょっと最後もねいつものコーナーで締めくくっていきましょうか。はい、お願いします。ジェダイ小西の占い。はい、今週の1位は、はい、大志田ラッキーアイテムはヘアバンドです。それでは皆さん良い週間を。はい、さよなら。さよなら。また来週。